クルチェット邸チャンディガールのキャピトルコンプレックス、国立西洋美術館世界における位置、ヨーロッパにおける位置。ラロッシュジャンヌレテレマンコハンの小さな地、ペサックの集合住宅、ギエット邸、バイセンホフジードルングの住宅、サボア邸と庭仕小屋、イムーブルクラルテ、ポルト、モリトーの集合住宅、マルセイユのユニテダビタシオン、サンディエの工場。 ロンシャンの礼拝堂、カップ、マルタンの休暇後や、ラ・トゥーレットの修道院、フィルミニの文化の家、ラ・ロッシュジャンヌレテ・ポルトモリ島の集合住宅パリと、その近郊の2物件の位置。ルコルビュージエの建築作品近代建築運動への顕著な貢献マイナスは、20世紀の近代建築運動に多大な影響を及ぼした一人であるルコルビュージエの作品群、ことにその中でも、 傑作とされる住宅、工場、宗教建築などをまとめて世界遺産リストに登録した物件である。世界各地に残るルコルビュージへの建築作品のうち、フランスを中心とする7カ国に残る建築群が対象となっており、大陸をまたぐ初の世界遺産登録となった。世界遺産の暫定リストに当初記載されていた名称はルコルビュージへの建築と、 都市計画であった。2009年の第33回世界遺産委員会で情報紹介と決議された後、厚生資産見直しの過程で、現在の名称へと改名され、第40回世界遺産委員会にてその名称で世界遺産リストに登録された。なお、登録名称の日本語訳に使われている。タイは外務省や文化庁の発表では、 全角マイナスが使われている。スイス出身の建築カル・コルビュージエは、近代建築の五原則を定式化し、近代建築運動を推進する上でも、大きな影響力を持った。そのため、20世紀の建築が評価され、世界遺産に登録されるものも複数現れる中で、彼の作品の世界遺産登録を目指す機運が高まった。21世紀になると、 フランスのルコルビュージエ財団が中心となって、登録への動きが本格化し、推薦資産の選定が、国際的な呼びかけとともに行われるようになった。選定の結果、彼が、初期に手掛けたジャンヌレペレテや、シュオブ帝、近代建築の五原則を実現していく上で意義の、あった、クック帝やバイセンホフジードルングの住宅、およびその完成型といえるサボア帝。 集合住宅である、イムーブルクラルテやスイス学生会館、および集合住宅の傑作とされる、マルセイユのユニテ・ダビタシオン、彼の無限成長美術館構想に基づく国立西洋美術館、後期の宗教建築であるロンシャンの礼拝堂やら、トゥーレット修道院、さらには彼が唯一実現させた都市計画であるチャンディガール、など、 彼の生涯や建築家としての貢献をたどる上で、欠かせない23件が推薦されることになった。ただし、2009年に世界遺産委員会で審議される前に、チャンディガールは一度除外され、その委員会審議においては、顕著な普遍的価値を建築家個人の生涯と結びつけることに疑問が寄せられた。関係各国は、その後推薦資産の見直しを行い、 19件に絞り込んだ上で2011年に再推薦したが、むしろ以前よりも厳しい判断を下された上で、登録が見送られた。ただし、ルコルビュージュへの建築を世界遺産に登録すること自体は支持されており、同時に大陸を越える大規模なシリアルノミネーションの事例としての評価は受けた。2015年に3度目の推薦が行われ、 2016年にイコモスから登録を勧告され、第40回世界遺産委員会で正式登録された。ルコルビュージエルコルビュージエは、スイスのラ・ショードフォン出身の建築家である。ラ・ショードフォンは、時計製造業で有名な町であり、ルコルビュージエも当初は、時計製造業の道を志したが、弱視のため果たせなかったという。 生まれ故郷にはごく初期の建築であり、地元の建築様式からの脱却を目指したジャンヌレペーが残る。建築の道に進んだルコルビュージエは、第一次世界大戦に際し、再建のための安価な住宅を大量生産するアイデアとしてドミノを考案した。これは遊戯のドミノとの語呂合わせでもあるが、ラテン語のドムスと、フランス語のイノバシオンに由来するルコルビュージエの造語で、 柱床スラブ階段のみを単位とする工法である。この工法は、鉄筋コンクリートのような、新たな建築資材の出現によって、可能になったもので、伝統的な西洋建築においては、屋根などを支える重要な役割として重厚な壁が、必要だったことに対し、それを取り払った点に特色がある。本来は、戦争で出た瓦礫などで壁を安く組み上げるために、 構想された様式だったが、壁を自由に決められることは、新しい建築の可能性につながるものだった。現代に多く見られるガラス張りの構想建築も、この発想の延長線上に位置づけられる。1920年には安価な大量生産住宅として、白い箱型住宅、シトロアンを提案した。名前は安価な自動車を大量生産したシトロエンにちなんでいる。 このアイデアは1922年にドミノシステムと結びついて、突型を横倒しにしたような空中に突き出た部分を持つ海底版シトロアン住宅につながった。さらに1926年には白い箱型住宅を作るためのピロティ、水平連続窓などを含む5つの要点、いわゆる近代建築の5原則を定式化した。 その理念を体現した最高傑作とされるのがサボアテである。1939年には無限に成長する美術館を構想する。これは真上から見た時に正方形になる美術館で画廊が角張った螺旋状に配置されている。収蔵品の増加は美術館につきものだが、 周囲にあらかじめ広大な敷地を確保しておき、画廊を外側に拡炎してゆくことで、そうした問題に対処し続けられるようになっている。実際には、この構想を完全に実現した、美術館が建設されることはなかったが、チャンディガールの美術ギャラリー、アーメダバードのサンスカル・ケンドラ美術館、東京の国立西洋美術館は、いずれも、その構想を土台に置いて建設されたものである。 第二次世界大戦後には、フランス復興省の依頼で、復興期の住宅問題に対する解決として、マルセイユのユニテ・ダビタシオンを建設し、その後、なんと、ベルリンなど、複数の都市にもユニテ・ダビタシオンを建設した。彼は、無信仰を表明していたが、晩年には、依頼を受けて、宗教建築も複数手掛けた。その中でも、 初期の幾何学的な造形とは大きく異なる、趣向きのロンシャンの礼拝堂は、後期の最高傑作として高く評価されている。構成資産は以下に掲げる7カ国17、物件である。なお、ルコルビュジエ財団ではこれら17物件を、所在地の国名順に並べて、同一国内は建築都市順に並べるという形式で、リスト化しているが、世界遺産登録時に、 各物件に付与された世界遺産 ID は所在国を問わず建築都市順で裁判されたため財団のリスト順と差異がある。本校では全物件の一覧は世界遺産 ID 順で掲載し各物件の説明は財団のリスト順で行う。ID、フランス5名、面積、干渉地帯面積は世界遺産センターが公表しているものに基づいている。 所在地と建築年は国際記念物遺跡会議が示しているものに基づく。日本語名は原則として文化庁が示し、日本ユネスコ協会連盟、世界遺産検定事務局などが踏襲しているものに従っている。ドイツで登録されたのはバイセンホフジードルングの住宅のみ、暫定リストに記載されたのは2007年2月1日であった。 バイセンホフ・ジードルングの住宅バイセンホフの2世帯、住宅。画面右から見ると、箱が浮いているような印象を受けるが、左側から見ると平板な壁面しか見えない。バイセンホフ・ジードルングの住宅は、ドイツのシュトゥットガルトで1927年に開催されたジードルングの住宅店に出展された、住居である。 主催者のドイツ工作連盟の責任者、ミース・ファンデルローへの希望で、ルコルビュージンへが招聘され、それに応えて彼は一世帯用と二世帯用の二軒の住宅を建てた。彼は前年に近代建築の五原則を打ち出しており、バイセンホフの住宅群にはその要素を乱すことができる。彼は空中に浮かんでいるかのような脳型体を、この建物で本格的に実現させた。 ただし、すぐ後に続く、サボア堤と異なり、背面に回るとありふれた壁面しか見えなくなる。この点で、同じ、空中の脳型体でも、ほぼどの方向からもそれが強調される、サボア堤とは、面向きが異なっている。建設当初、その空中の脳型体などに対し、非現実的あるいはロマン的すぎるデザインであるとか、 不自然な形態の強要であるといった批判が寄せられた。また、出展された17人の作品のうち、単位面積あたりの建築費が最高額となった点も、想定する顧客の社会層の点で批判された。2009年の推薦時には、企画住宅に分類されていた。世界遺産の構成資産として評価された点は、大量生産のために構想された。 量産住居の顕著なモデルである。点、住居をテーマとする表明の国際的反響によって、地球規模の影響を与えた点である。アルゼンチンで登録されたのは、クルチェット帝のみ、暫定リストへの記載は2007年6月1日であった。クルチェット帝クルチェット帝外観クルチェット帝内部、クルチェット帝は、アルゼンチンのブエノスアイレス州の州都ラプラタに、建てられた邸宅である。 依頼者のペドロ・ドミンゴ・クルチェットは、下界であり、邸宅は住居と診療所を兼ねている。ルコルビュジエの建築は、世界各地に現存するが、南アメリカ大陸で実際に建てられた住宅は、このクルチェット邸が唯一である。アルゼンチンの建築家アマンシオ・ウィリアムスが、その建設に大きく寄与し、ウィリアムスの離脱後は、サイモン・ウィンガースが協力した。住宅密集地の、 広いとは言えない敷地でアルゼンチンの暑い気候に対応させるためブリーズソレイユに工夫を凝らし影ができる中庭の周囲に建物を U 字型に配置する地元特有のスタイルを取り入れた4階建てにするなどの配慮が行われている2009年の推薦時には個人邸宅に分類されていた世界遺産の構成資産として評価されたのは 地球規模で影響したルコールビュージエの建築の中で、第二次世界大戦後の近代建築運動の国際化の状況を説明しうる点であった。ベルギーで登録されたのは、ギエット邸のみ、暫定リストへの記載は2005年4月4日のことであった。ベルギーでは、ブリュッセル万国博覧会に際して、フィリップス館の設計を手掛けたものの、そちらは現存しない。 ギエ,ギエットテイギエットテイギエットテイは、ベルギーのアントウェルペンで1926年から1927年にかけて、画家、ルネ・ギエットの依頼で建てられた邸宅である。狭い敷地の中で建造された3階建ての箱型住宅は、バイセンホフの住宅とともに、シトロアン住宅の構想に比較的忠実に建てられた、数少ない例と認識されている。 近代建築の五原則の自由なファサードの典型とも言われるファサードを持つが、その左右非対称の窓をはじめとするファサードの構成や、色彩に関する特徴として、当時のオランダの芸術運動であり、幾何学的抽象芸術を試行するデステールの影響が指摘されている。ことに色彩については、ルコルビュージンへは、唯一の現地訪問の際に詳細に色番号の、 指定を行うという形で強いこだわりを見せた。2009年の推薦時にはアトリエに分類されていた。これはピュリスムがフランス以外の地で適用された最初の事例であって世界遺産の構成資産として評価されたのはまさにスイス・フランス以外での最初の依頼によるこの邸宅が早い時期のルコルビュージーへのヨーロッパ地域における認知を示す点である。 フランスには各地にルコルビュージュエが関わった建造物群が残されているが、そのうち10件が登録されており、暫定リストへの記載は2006年1月31日のことであった。2009年の推薦時には14件だったが、2011年の推薦を前に、クック帝と旧政軍難民員が除外2016年審議に向けた推薦の際に、 スイス学生会館とジャウルテが除外された。ラ・ロッシュ・ジャンヌレテーラ・ロッシュ・ジャンヌレテー内部ラ・ロッシュ・ジャンヌレテーは1923年から1925年に建てられたパリの二世帯住宅で、現在はルコルビュージエ財団の本部が入っている。晩年のルコルビュージエは自分にとって重要だった邸宅としてこの建物を挙げていた。依頼主は レスプリヌーボー氏の支援者でもあった銀行家のラウル・ラロッシュとルコルビュージエの実刑にあたる音楽家アルベール・ジャンヌレである。ラロッシュは終始、ルコルビュージエと良好な関係を保った顧客であり、この建物もルコルビュージエは自由に建設することができた。ルコルビュージエが近代建築の五原則を発表するのは1926年のことだが、 この建物ではそれに先立って水平連続窓が実現している。この点はラ・ロッシュジャンヌレテの重要性としてしばしば指摘されている。内部ではシトロアン住宅を基調として吹き抜けのあるホール、緩やかに湾曲した壁面やそれに付随するスロープなど多彩な空間が展開している。ルコルビュージエ自身はこうした空間の多様性を 建築的プロムナードと呼んでおり、建物の中を歩いて、新しい表現の数々を鑑賞することに特色があるとしていた。その一方で、様々な要素を盛り込んだことで、かえって全体としての印象が、部分ごとの印象に比べて不鮮明になっているという指摘もある。2009年の推薦時には、個人邸宅に分類されていた。 世界遺産の構成資産として評価されたのは、これが、建築における初めてのピュリスム表現を実現した、建築という点である。ペサックの集合住宅ペサックの集合住宅ペサックの集,の集合住宅は、ボルドー近郊のペサックに実現した集合住宅である。してフリュジェやフリュジェ近代外区などとも呼ばれる。1924年に、 政党工場の経営者であり、ルコルビュージエの著作、建築を目指してに共感していたアンリ・フリュージェの要請で建設された。フリュージェは工場労働者向けの住宅を多く建てることを望み、ルコルビュージエはその建設にあたってシトロアン住宅の理念などにも通定していたテーラー主義的様式を適用した。箱型住宅は 側面上部に突き出た階段がアクセントとなっている。それは、幾何学的デザインに、人の動きを暗示する要素を加えて、外観の変化を生み出そうとする試みであり、ルコルビュージンへの初期の構想にしばしば見られるものである。ルコルビュージンへは、スケッチなどに、箱型住宅が並ぶ、都市景観を描くことがあったが、ペサックの集合住宅はそれを実現させた、稽古な例である。もっとも、 ペサックには当初135個が建設される予定だったが実際には46個にとどまった。景観に対する保守的な考えを持つ人々の干渉があったことや現地の業者を起用しないことによる摩擦などによって水道がなかなか整備されないなどのトラブルがあったのである。また、ルコルビュージへのこだわりによって建設費も大きく跳ね上がり、労働者住宅としては 不適切な入居費になるなどして、実際に労働者が住む住宅街になるのには、賃料について配慮した、ルシュール法の成立を待つ必要があった。人が実際に住むようになると、住民たちによって、ボルドー一帯に特有の屋根などを付け加えようとする動きも多年に、渡って続いたが、現在は、当初の姿に復元されている。2009年の推薦時には、 企画住宅に分類されていた。世界遺産の構成資産として評価されたのは、建てられた1920年代という時代においては、量産型住居による最大規模の外区であり、近代住居による集合住宅のプロトタイプとなった点である。サボア堤と庭子小屋、サボア堤サボア堤は、1928年から1931年に、 パリ郊外のボワシーに建てられた邸宅で、行政官のサボア夫妻が週末を過ごす別邸として依頼した。この邸宅は、ルコルビュジエの近代建築の五原則が集約された、傑作として高く評価されている。画像にもあるように、サボア邸を支える柱は細く、あたかも白い脳型体が空中に浮いているかのような印象を与える。 その脳型体の下にある相対的に小さな1階部分は、車庫や使用人室などに当てられている。2階が主要な住居部分となっているが、そこは近代建築の五原則の一つである水平連続窓によって大きく開け放たれている。全面ガラス張りでなく、あくまでも窓とすることで、周囲の広大な草地との連続性を意識しつつ、 そこから切り離された空中の脳型体に囲まれているという感覚が得られるようになっている。3階部分は、これも近代建築のご原則の一つである屋上庭園が実現されている。この3階はスロープで繋がれており、各階層ごとに全く異なる表情を楽しめるようになっている。ルコルビュージェ自身が示していた見学プランは、 最も外観が優れた北側から眺め、1階から入った後、スロープを使って2階、3階と順に見て回り、屋上庭園から1階まで続いている、螺旋階段で降りるというものだった。ただし、屋根や日差しを持たない脳型体というデザインは、雨に弱いという欠点を持ち、サボア夫妻が使い始めて前もなく、雨漏りに悩まされるようになったという。 サボア夫妻とルコルビュージへの良好な関係は建築費が2倍に、膨らんだ時点でも維持されていたが、雨森をはじめとする、様々な不具合の顕在化によって、訴訟沙汰になりかけた。第二次世界大戦中には、ナツスの干し草を牙に使われた。戦後に、取り壊しが議論された時には、当時閣僚を務めていたアンドレ・マルローが保存を強く、主張したことで、取り壊しが回避され、 段階的な修復を経て現在に至っている。2009年の推薦時には個人邸宅に分類されていた。2011年の推薦時には19件の推薦資産の中で提示されていた世界遺産登録基準すべてに当てはまり得る唯一の資産としてイコモスに認められていた。世界遺産リストへの正式登録においても 近代建築運動の誰もが認める絶対的な遺恨と位置づけられた。なお、登録名にある庭師小屋は同じ敷地内にある建物である。これは名前の通り庭師のために作られたもので大きな邸宅と体を成す最小限住宅の実践例となっている。そしてその対比は、富者と貧者の対比をも意味し、ルコルビュージンへの実践が 万人に向けられたものであったことを示している。ポルトモリ島の集合住宅ポルトモリ島の集合住宅ポルトモリ島の集合住宅は、1931年から1934年にかけて、パリ近郊のブローニュイ・コールビアンクールに建てられた集合住宅である。一番上の2階分には、ルコルビュージュへのアトリエと住居があり、生涯を通じた住居となった。 外観は、スイス学生会館などに類似するが、ブローニュの森に近いという立地から建物には、地元の規制が多く加えられ、設計時点での構想に比べると、ファサードに示された相違は限定的になった。また、屋上部分のメゾネット構想が、入居者不足などによる資金難から中止されるなど、法規制以外の要因による変更箇所も存在している。 内部については、入居者個人の住環境の向上のためにバス、キッチンなどに加え、セントラルヒーティングや地下ガレージを整備し、使用人の住環境にも配慮した。2009年の推薦時には、集合住宅に分類されており、日本の文化庁はその時点では、南寿セールへ懲り通りのアパートと呼んでいた。これが、厚生資産に含まれた理由は、 全面ガラス張りファサードの世界で最初の集合住宅だったという点である。ユニテ・ダビタシオン・マルセイユのユニテ・ダビタシオンは第二次世界大戦後の復興期に建てられた集合住宅である。ユニテ・ダビタシオンの住居部分の基本構造は3階分を一つの単位として L 字型と逆 L 字型を組み合わせその間に廊下を挟むものである。断面図を模式的に示すと 以下のようになる。ユニテダビタシオンの模式図模式図の水色、黄色の部屋は東西いずれかに窓が開いており、1日のうち一定時間は日照を確保できる。また、吹き抜けのある今を持つ2階建ての部屋という点では、いずれも変わらないが、水色の部屋は2階が広い構造なのに対し、黄色の部屋は1階が広くなっている。窓はブリーズソレイユで、 吹き抜けのある木座橋とそうでない木座橋で高さが変わるようになっており、それ自体が格子の内側の鮮やかな原色とともに外観にアクセントをもたらしている。それらの部屋に挟まれている赤い部分が廊下で、3階分の構造につき1本の廊下が貫く形になっている。結果として15階建てのユニテには5本の廊下しか通っていない。 この廊下は最高を意識した明るい部屋とは対照的に構造上火が差し込むことはない。そのため建設当初は衛生関係者から精神病の原因になるなどの批判が寄せられた。内部では輝く都市で構想されたような垂直の都市となることが施行され、 約1600人が暮らす住居だけでなく、生活に必要な各種施設が整えられたことも特徴である。2009年時点でも、ホテルやスーパーマーケット、幼稚園、屋上プールなどが存在しており、他にスポーツジムもある。内部に関しては、ルコルビュジエが提唱していた寸法、モデュロールが最も厳格に適用された例という点も特徴的である。 それらはピロティによって空中に持ち上げられているが、スイス学生会館の半号のような柱とは違い、逆三角形の重厚な柱が支えている。これは、視覚的な効果から選ばれた形で、構造上は、もっと細くても支えられるため、空洞の内部には、各種の配管が通っている。マルセイユのユニテは、本来4棟建てられる予定だったが、 実際には一棟しか建てられることはなかった。結果として、広大な緑地に四棟のユニテが点在して、そびえるという彼のイメージは実現しなかったが、それでも、その評価は高く、他の都市にもユニテダビタシオンは建てられた。しかし、皇族のユニテはいずれも、簡略化された要素を含み、マルセイユのユニテが、 最高傑作とされる。のみならず、ルコルビュージエ作品全体の中でも、これを最高傑作と位置づける者たちが多くいる。2009年の推薦時には、集合住宅に分類されていた。2011年の推薦時には、イコモスから、世界遺産基準とについて、顕著な普遍的価値を認め得ると指摘された。構成資産として評価された点は、 建築のブルータリズムの起点となる作品という点、及び、独立性と共同性の調和を作り上げた、新しい住居の方式の主要な試みという点である。サンディエの工場サンディエの工場は、1946年から1951年に、かけて、アルザスロレーの地方の都市サンディエイコールデイコールボーに、再建された、メリアスなどの織物工場である。ユジーヌ・デュバル。 クロードデューバル工場とも呼ばれる。ルコルビュージエは戦後復興のための都市計画に参画することを期待し、複数の再建案を作成していたが、一つも実現されることはなかった。サンディエの再建計画もその一つで、ユニテ・ダビタシオンや無限成長美術館などを配置した包括的な都市計画を構想していた。サンディエのジャンジャック・デューバルは、 実現しなかったルコルビュージエの都市計画を支持していた人物であり、自身が持っていた工場が第二次世界大戦で破壊されたことから、その再建をルコルビュージエに依頼した。デュバルからは機能的な工場を要望されたことから、ルコルビュージエは、ピロティのある1階部分を原料の保管庫及び製品の荷造り場所とし、3階を原料の裁断場所。 2階を主たる作業場とした。これによって、1階から3階に運び上げられた原料が、裁断されて2階に下ろされ、そこで縫製、仕上げ、アイロン掛けなどが行われた後に、1階に下ろされて、包装されるという手順で作業が進められるようになっている。その一方で、彼はそれ以前の暗黒の工場と対比し、労働者たちの環境を改善した。 緑の工場という概念を打ち出した。木製の建具を取り入れた工場の周囲には緑が茂り、作業場の窓からは青銅が見えるように配慮されている。その窓は室内に光を多く取り込めるようになっている。一方、ブリーズソレイユをヨーロッパで導入した初期の試みにもなっている。また、彼はその建設にあたって、 船舶のイメージを取り入れ、そこからの引入を造形に投影させた。2009年の推薦時には、標準大型建築に分類されていた。世界遺産の構成資産としては、輝く都市とアテネ検証における標準系と位置づけられ、労働状態に革新性をもたらす、緑の工場のプロトタイプという点が評価された。 ロンシャンの礼拝堂、ロンシャンの礼拝堂、ロンシャンの礼拝堂は、1950年から1955年に、オートイコールソーヌ県ロンシャンに建てられた礼拝堂で、ノートルダム・デュオー礼拝堂が正式名である。ロンシャンの小高い丘は、古来神聖な場所されていて、以前は、教会が建てられていた。その教会が、第二次世界大戦で破壊されたことから、聖職者、 アランク・チュリエの依頼で、ルコルビュージエが、新しい礼拝堂を建てることになった。ルコルビュージエが実現した、礼拝堂は、カニの甲羅をモチーフにしたと自身が述べた屋根に、見られるように、以前の、透明な箱柄は隔たった造形をしている。しかし、それらにはミサを行う場としての音響効果を考慮した、凹んだ壁面や、高地で、水の確保が重要であることから雨水を、 ためられるように中央が落ち込んでいる天井など、機能性を織り込んだ結果も含まれている。また、内部の最高には、闇を効果的に使ったジャウル堤の空間に通定する要素が指摘され、壁面に以前の境界の瓦礫を活用していることは、富のシステムの理念にもつながると指摘されている。後期の最高傑作と目される建物である一方、建設当初は、 その得意なデザインについて否定的評価も受けた。しかし、どちらの立場からもなぜそう言えるのかについて、具体的な根拠が十分に示されてきたとは言い難く、むしろそのような得体の知れない問いかけを見る者に投げかけること自体に、傑作としての価値を認める見解もある。建築家の牧文彦が解釈を示した時にも、 謎のままであり続けることへの期待感が合わせて示されていた。2009年の推薦時には宗教建築に分類されていた。2011年の推薦時にはイコモスから世界遺産基準について顕著な普遍的価値を認め得ると指摘された。世界遺産の構成資産としては20世紀の宗教建築にとって 革命的であり、キリスト教建築の遺恨であるという点が評価された。カップ・マルタンの旧過小屋、カップ・マルタンの旧過小屋、カップ・マルタンの旧過小屋は、地中海に望むロクブリュヌイコールカップイコールマルタンに建てられた旧過小屋で、妻イボンヌに送られた。イボンヌは、 カップイコールマルタンから5キロメートルほどの場所に位置するマントンの出身で1957年に没したが、ルコルビュージエはその後もこの休暇小屋にしばしば立ち寄り、1965年8月に付近での海水浴中に心臓発作で亡くなった。近くにはイボンヌの死に接して、ルコルビュージエが設計した彼女と自身の母碑が残る。ルコルビュジエは、 地元のレストランオーナーのトまるビュータートのために、いくつかの建物を建てたことと引き換えに、レストランと隣接する土地を提供された。休暇小屋はその土地を利用して建てられた。底辺は3.66メートル四方、内部の天井までの高さは2.66メートルという、コンパクトな丸太小屋であり、その中に、様々な家具調度類が配置されている。これは、 彼が規定したモデュロールの厳密な適用であると同時に彼が構想していた最小限住宅の実践でもある。2009年の推薦時には企画住宅に分類されていた。日本の文化庁は当初カップマルタンの小屋と訳していたが後に現在の呼び方に修正された。世界遺産の構成資産としては人間工学と 厳格な機能主義者としてのアプローチをもとに到達した最小限空間の原型と位置づけられ、総合芸術作品とも評されている。ラトゥーレットの修道院、ラトゥーレットの修道院、ラトゥーレットの修道院は、ローヌ県のエブーに建設された修道院で、正式にはサントマリード・ラトゥーレ修道院という、 ドミニコ会の新学生のために建てられたもので、ロンシャンの礼拝堂と同じく、アランク・チュリエの推薦によって実現した。ロンシャンの礼拝堂を踏まえた様式を含む一方、修道士の居住性にも配慮し、ユニテ・ダビタシオンの様式も踏まえ、宗教建築と集合住宅を調和させた建築を実現した。大型建築としては唯一、ルコルビュジエの構想が何の修正や、 反対も受けずに実現した修道院である。予算的な制約から仕上げなどは省略されたが、意図的に斜面に建設し、最上階の修道士向けの個室に開放性を、半地下の礼拝堂に閉鎖性を持たせるなど、空間設計に工夫が凝らされている。ことに礼拝堂は、天井の彩色された三本の円筒から差し込む、光が、 闇の中で現職の壁を効果的に照らし、見る者の,の本能に訴えかける光景を実現している。2009年の推薦時には、宗教建築に分類されていた。2011年のイコモスの勧告で、顕著な普遍的価値を有する可能性を指摘された三件に含まれなかったが、そこで名前の上がった三件に引けを取らない傑作と、しばしば評価されている。 世界遺産の構成資産としては、近代建築運動の卓越した集大成と位置づけられており、その根拠としては、ピュリストの形態を組み合わせ、ブルータリストのテクスチャーにより、住居という題材において、革命的解決を導いたことが挙げられた。フィルミニの文化の家文化の家の競技場。フィルミニの文化の家は、ロアール県のフィルミニに建てられた、文化、居住施設群。 フィルイコールベールの一部である。フランスの復興大臣だったこともある、フィルミニ市長ウジェーヌ・クロデュース・プティは、労働者の生活環境が悪化していた都市の改善のために、市外から離れた広大な敷地に、フィルイコールベールという新しい外区を作ることを構想した。ルコルビュージエが依頼されたのは、その外区に建設するスタジアムと、文化の家、ユニテ・ダビタシオン3。 ピエール教会などであった。彼はそれらを一体のものとして構想し、より広い景観の中で位置づけた。彼の構想は、生前に完成することはなく、ことに、サンピエール教会は、市長の交代による、財政支出見直しの影響なども受け、長い間未完成のままになっていた。2004年に、ようやく工事が再開され、2006年に竣工した。30年以上を経て、 サンピエール協会が完成したことは、ルコルビュジエ作品の世界遺産推薦の機運を高めたとも指摘されている。文化の家は、ルコルビュジエの生前最後に完成した建築物で、ファサードや屋根の傾斜や湾曲は、彫刻的と評されている。2009年の推薦時には、フィルミニの建築物群という名称で、都市計画に分類されていたが、2011年の、 推薦時には、フィルミニのレクリエーションセンターと解消され、都市計画ではなく、個別の建築作品として位置付け直された。2016年の正式登録では、さらにその中でも、文化の家に絞り込まれた。その構成資産としての評価は、この建物がサンディエの工場同様に、アテネ検証と輝く都市のコンセプトを採用しつつ、 建築における近代の彫刻的形態を先取りするものであった点にあった。インドの登録物件はチャンディガールのキャピトルコンプレックスのみで暫定リストに2006年10月23日に記載された後2009年の推薦前に一度は辞退したが2015年に復帰し正式に登録された。チャンディガールの キャピトルコンプレックスチャンディガールの議事堂を開かれたてチャンディガールは、インドのバンジャブ州の都市で、パキスタンの分離独立に伴って、以前の州とラホールに変わって、州都となった。しかし、当初はほとんど何もない状態で、ルコルビュージンへは、インド交換の依頼で、都市全体の計画を策定した。ルコルビュージンへは、 公私上の規則正しい区画に商業地区、行政地区などを配置し、前者では富の様式の建物を並べ、後者では傑作として評価される建物、特にアーチ状の空撃を持つ屋根とブリーズソレイユが特徴的な高等裁判所、独特の形状のひさしを持つ議事堂などを建設した。特に行政地区の建造物群が高く評価される。一方、 あまりにも合理性を重視しすぎる都市計画には批判も寄せられ失敗作という国評すら存在する。逆にルコルビュージエ自身にとっても制約や反対によって実現できなかった要素が多く自身の手がけた都市としての不満も表明していた。とはいえチャンディガールは彼が数多く構想した都市計画の中で唯一実現したものであり2009年の 推薦案の段階では、公共建築に分類されていた。2009年の正式推薦を前に辞退となったが、2016年審議に向けた推薦で復活した。その対象は、チャンリガール全体ではなく、その行政地区の中心部、すなわち高等裁判所、議事堂、合同庁舎の3件の建物と、開かれた手をはじめとする4件の記念碑を含む地区で、 ある。世界遺産の構成資産として評価されたのは、自由と近代性と開く、国の独立を記念する、記念碑的で彫刻的な主要な建築作品という点である。日本の構成資産は、国立西洋美術館のみで、暫定リストへの記載は2007年9月14日のことであった。国立西洋美術館国立西洋美術館、本館国立西洋美術館は、 東京都台東区に残る美術館でルコルビュージエが基本設計を担当した。日本に残る唯一のルコルビュージエの建築というだけでなく、東アジアでも唯一である。国立西洋美術館は、フランスから松方コレクションが寄贈変換されるにあたり、その受け入れ先となる美術館の建設が必要となったことから実現した。ルコルビュージエが指名された。 詳細な経緯は不明だが、1953年12月に日本で発足した歌唱フランス美術館設置準備協議会では、フランス側の心証を良くするために、フランスの著名な建築家を起用することや、この機会に世界的建築家の作品を日本で実現したいといった意見が出ていたという。ルコルビュージエが契約していたのは美術館の基本設計のみで、 具体的な寸法なども含めた実施設計は日本の坂倉純造、前川国を、吉坂高政の3人が担当した。ルコルビュージエは生涯でただ一度となる日本訪問を踏まえて基本設計を行った。その際には坂倉の要請に応じて契約外であった美術館周辺の総合的なプランも設計し演劇ホールと展示館も含む広大な文化広場を 構想した。しかし、当時の日本には、美術館以外を建設する余力はなく、それらが建設されることはなかった。建設にあたっては、モデュロールを積極的に取り入れる形で寸法が決められ、1958年3月21日に、起工式、それからほぼ1年後に竣工となった。国立西洋美術館は、 ルコルビュージエの無限成長美術館構想に沿って建てられたものであり、その構想で重視されていたにもかかわらず、インドの二つの美術館が実現していなかった中3階を利用する照明の配置を唯一実現した美術館でもある。その一方、敷地の制約などから、インドの二つの美術館よりも若干規模が小さくなった。また、増築の必要に迫られた時も、 本来の構想ならば、本館を拡延していく形で対応すべきであったが、実際には、新館の建設などによって対応された。日本の文化財保護法では、地区50年を経過していないと重要文化財には、なれない。フランス政府から、暫定リスト入りの正式な打診を受けた時点では、それに1年あまり及ばなかったが、 同じ年の12月に特例として重要文化財指定を受け国内法による保護を受けていなければならないという世界遺産の推薦要件を満たした2009年の推薦時にはサンディエの工場とともに標準大型建築に分類されていたこれに先立ち文化庁はチャンディガールやアーメダバードの美術館との比較を行い前述の実現されなかった要素があるインドの 美術館と比べて、国立西洋美術館はより完成度が高いとしていた。また、2009年の情報紹介決議を受けて、推薦書では無限成長美術館構想に従った代表例であることを強調するとともに、前川国オラを挙げて、ルコルビュージエが日本に与えた影響についても追記するなどの対応を行った。しかし、2011年のイコモスの勧告では、 国立西洋美術館に基準等を適用し得る潜在的な可能性はあるもののチャンディガールやアーメダバードの美術館との比較がなおも不足しており価値の証明が不十分であると指摘された。しかしながらさらなる修正を経た3度目の推薦ではその価値を認められ世界遺産リスト入りを果たした。構成資産として評価されたのは 無限成長美術館構想のプロトタイプを実現した建物であり、ルコルビュージエ建築の日本における需要を示し、ひいては近代建築運動の国際化の過程を証言する点にあった。スイスの構成資産は2件で、暫定リストへの記載は2004年12月28日のことであった。2009年には4件が推薦されていたが、2011年の 水仙に際して、修部帝が除外、2016年に向けた水仙に際して生まれ、故郷らショードフォンのジャンヌレ帝が除外された。レマンコハンの小さな家小さな家のマドレマンコハンの小さな家は、ルコルビュージエが1923年から1924年にかけて、両親のために建てた名前通りの小さな家で、長さは20メートル、幅は3メートルである。 コンパクトな室内で快適に過ごせるように、室内の家具の配置などにも配慮され、来客時にベッドを隠せる間仕切りなども存在している。この建物は人間工学などに基づいて空間の最小化と快適さの最大化を目指した最小限住宅である。南側には11メートルの開口部があり、横長の窓になっている。これによって大胆な最高と そこから見えるレマンコやアルプス山脈の借景が可能になったが、この窓の存在については、オーギュスト・ペレとの窓論争のテーマとなり、合理性や必然性を主張したルコルビュージンへと、水平窓が室内空間にもたらす要素を否定的に捉えたペレが対立した。春行の数年後に漆喰に、ひびが入ったが、ルコルビュージンへはむしろ老朽化に、 どう対応するかの好期と捉え、金属製の波板で覆うなどの補修を行った。2009年の推薦時には、個人邸宅に分類されていた。世界遺産の構成資産としては、最小限住宅のアーキタイプという点が評価された。イムーブルクラルテイムーブルクラルテイムーブルクラルテは、1930年から1932年に、ジュネーブに建設された。 集合住宅で、ルコルビュージエが最初に手掛けたアパートである。エドモン・バネールの養成で建てられた集合住宅で、各階には八つの部屋がある。それらは、輝く都市で計画された特色、つまり、稼働する仕切り壁や、ビルトインの家具などを備えている。また、金属製造業者であった依頼者バネールが協力を、したことから、この建物は初めて。 スチールフレームが採用された。また、ガラス張りの南側には、日差しを遮るための赤いブラインドが付けられていたが、ルコルビュージェ自身は後に、この向上的なブラインドを、ブリーズソレイユの演劇の一つとして挙げた。この集合住宅は、集合住宅のプレファブ化につながり、第二次世界大戦後に住居を大量に供給する、 必要が生じた際に向けて影響が大きかったとされる。2009年の推薦時には集合住宅に分類されていた。世界遺産の構成資産として評価されたのは近代高級住居のプレファブのプロトタイプという点であった。世界遺産には登録地域や資産に偏りがあるとかねてから指摘されていた。そこで世界遺産委員会は1994年に グローバルストラテジーを採択し、それ以降、偏りを是正するための手段の一つとして、文化的景観、産業遺産、20世紀の建築の登録を増やす、傾向にある。その結果、建築家、ビクトル・オルタの、主な都市邸宅軍、ブルノのトゥーゲント・ハット邸へ、オーギュスト・ペレによって再建された都市、ルワーブルなど、近現代の巨匠の作品が、 世界遺産に登録されるようになり、専門家の間では、ルコルビュージへの作品についても当然、登録されるべきとの認識が形成された。21世紀に入ると、ルコルビュージへの建築物が多く残るフランスで、これを世界遺産に登録しようとする機運が高まり、2004年には、ルコルビュージエ財団を中心とする、世界遺産登録に向けた委員会も発足した。 フランスは、ルコルビュージュへの建築が残る、該当国の政府に参加を打診した結果、スイス、ベルギー、ドイツ、アルゼンチン、インド、日本の6カ国が参加の意思を示した。そこで、各国に残る、建築物を、アトリエ、個人邸宅、企画住宅、集合住宅、宗教建築、L アーキテクチャー。サクレ、標準大型建築、都市計画。 公共建築という八つに分類し、それぞれに該当する建築物の中から23件が選ばれた。ただし、推薦書正式提出直前にインドが辞退を表明したため、上記、公共建築カテゴリーに唯一属していたチャンリガールは除外され、公共建築カテゴリー自体が消えた。インドの辞退理由については、推薦に携わった。 日本の関係者も不明としているが、専門家の中には、インド国内の文化財保護法制に照らして、かなり新しい街並みであるチャンディガールを保護対象とできなかったのではないかと指摘する者もいた。2008年に、フランス政府からユネスコ世界遺産センターへ推薦書が提出された。同年秋には、イコモスの委員が各国の資産を視察したが、それを踏まえた。 検討の結果、顕著な普遍的価値の証明が不十分と判断され、翌年5月に登録延期が勧告された。ルコルビュージー財団の関係者は、この勧告の直後にも自信を見せ、個別に見た場合に、世界遺産にふさわしくないものがあろうとも、連続性をもって推薦したことによって、世界遺産委員会の本審議においては、全体としてその価値が認められるはずという見通しを、 示していた。その年の第33回世界遺産委員会では、ルコルビュージンへの作品を世界遺産に登録すること自体には異論が出なかったものの、シリアルノミネーションとして国境どころか大陸をも超える事例は珍しく、その連続性をどう捉え、構成資産の相対にどのような顕著な普遍的価値を認めるかという点で議論になった。 2009年の推薦は実質的にルコルビュージエの建築家としての人生を軸に連続性を構成していたが世界遺産がそのような特定の芸術家の人生を検証する場としてふさわしいかどうかが問題となったのであるそしてコ国の投票に持ち込まれた結果見送りが決まり最終的にイコモスの韓国よりも一段階以上の情報紹介と決議された 決議文では、顕著な普遍的価値の証明を、さらに充実させることや、関係国の共同管理体制を拡充させることが、望ましい旨が盛り込まれた。情報紹介決議を踏まえて、構成資産と推薦理由の見直しが行われた結果、ルコルビュージエ個人から、近代建築運動への貢献へと評価の主軸が移され、その観点を基準として、 構成資産が22件から19件に整理された。また、推薦資産で唯一、都市計画に分類されていた、フィルミニの建築物群が個別の建築作品として、再定義された。この結果、推薦名から、都市計画が除かれて、ルコルビュージンへの建築作品、近代建築運動への顕著な貢献、と解消されるとともに、カテゴリー別の分類も廃止された。 また、共同管理体制の拡充のために、ルコルビュージエ建築資産自治体協議会が創設された。通常、情報紹介決議を受けた物件は、要求された、追加情報を提出すれば、再審議されるのだが、この物件の場合、近代建築運動を軸に推薦理由の練り直し、なども行ったため、実質的な全面開口となった。この修正された、 推薦書は2011年2月1日に再提出されたが、同年5月のイコモスによる勧告は、前よりも厳しい、不登録となった。推薦書では、登録名自体を変更して、近代建築運動との関わりを強調したが、イコモスの勧告では、むしろ、近代建築運動がルコールビュージエカズトに寄することが、できない多様性を持っていたことなどから、19件が、 相対として、顕著な普遍的価値を持つとは認められなかったのである。なお、19件のうちフランスが保有する3件のみについては、顕著な普遍的価値を認めうるとされ、改めて個別に再推薦されるべきと勧告された。同年6月の第35回世界遺産委員会では、フランスは産資産に絞り込まず、従来の枠組みを維持する姿勢で臨んだ。 世界遺産委員会では、大陸の枠を超えるシリアルノミネーションについては、肯定的な意見が出され、シリアルノミネーションのあり方そのものに議論を提起する推薦物件とみなされたことで、不登録が回避され、継続審議となった。これは、不登録勧告よりも一段階以上の決議だが、2年前の情報紹介決議よりは一段階下がった。2014年4月に、 インドが再び推薦国に加わり、2016年の審議を目指して3度目の推薦が行われることが決まった。インドのチャンディガールのうち、行政地区の中心部が推薦物件に加わった一方、フランスのスイス学生会館とジャウルテイ、スイスのジャンヌレテイが除外されたことから、前回の19資産よりも2件、少ない17資産の推薦となった。 過去二度の推薦で示していた傑作としての評価を取り下げ、20世紀建築への影響という側面だけに絞り、この観点からさらなる価値の証明が練られたのである。これに対するイコモスの勧告は登録で第40回世界遺産委員会で正式に登録された。2009年の最初の推薦時には、推薦国はこの推薦資産が 世界遺産登録基準のうちに該当すると主張していた。この推薦基準については、二度目の推薦でも変更はなかったが、都市計画が外れた分、説明文には若干の修正が見られた。ところが、この二度目の推薦時には、イコモスから基準に該当するのはわずか三件とされてしまった。すなわち、という判断であった。そして、イコモスは、 構成資産すべてに該当しない基準を適用できないという見解を示している。こうしたことを踏まえ、3度目の推薦では、17件すべてを創造的才能の傑作と証明することを諦め、基準とのみの証明を進化する対応が取られた。3度目の推薦に対するイコモスの見解は、基準とでの登録を勧告するものであり、 推薦国の主張が認められた形になった。ところが、その勧告を踏まえた第40回世界遺産委員会では、委員国から、パンプーリャの近代建築群、カラカスの大学都市といったモダニズム建築の世界遺産で基準が適用されている以上、この物件でも基準を適用すべきだという提案が出され、支持されたため、基準も適用されることになった。ただし、 この適用は、括弧の構成資産について、どのような観点から適用できるかを詳しく検討した結果でないため、推薦に携わった当事者などからも当枠する意見が見られる。ともあれ、最終的な登録理由は以下の通りである。以下は一度目と二度目の推薦時に含まれていたが、最終的に構成資産に含まれなかった建造物群である。 2011年には、シューブ邸、クック邸、旧西軍南民民の3件、2016年には、スイス学生会館、ジャウル邸、ジャンヌレ邸の3件が除外された。シューブ邸、左側に見えるのが北面のパネル。シューブ邸は、スイスのラショードフォンに建てられた初期の建築の一つである。依頼者のシューブは、地元の富裕な時計製造業者であった。 北側のファサードを飾る大きな四角形のパネルが印象的な住宅であり、どことなくビザンティン建築などを思わせることから、地元ではビラトゥルクの愛称でも呼ばれる。建設費が見積もりの2倍に達したことで訴訟になり、故郷を離れた一員になったとも言われるが、後年ルコルビュージエは修部帝についてヨーロッパにおけるコンクリート作りの別荘建築として、 初期の部類に属する、誇らしい建築として扱っている。2009年の推薦時には、個人邸宅に分類されていた。クック邸は、アメリカ人ジャーナリスト、ウィリアム・クック夫妻の依頼で、ブローニュイ・コールビアンクールに建てられた邸宅である。ルコルビュージエが、近代建築の5原則を発表したのと同じ1926年に、建てられた邸宅で、 それらの原則が最初に実現された建物となった。狭い敷地で両側を建物に挟まれている、農型体の建物のため、通りから見える面は限定的だが、そこに5原則が集約的に示されている。また、客をもてなすことが想定されていた、屋上庭園は、ブローニュの森に面していることから美しい眺望が実現した。 2009年の推薦時にはアトリエに分類されていた。旧世軍難民人旧世軍難民人はパリの旧世軍の依頼で建てられた三棟の建物の一つで本部にあたる。この建物には生活困難者の社会復帰のための宿泊施設が含まれている。巨大な箱型の建物だが、 入り口部分で様々な形状を組み合わせてアクセントにしている。また、建設当初の壁面は平板なガラス張りの表情を持っていた。それらは南向きの大きな窓であり、暑さ対策として二重窓にして、その隙間の空調に配慮することになっていた。しかし、建設費の高騰などの結果、当初設置予定だった中央冷却装置は設置されず、夏場は、 非常に熱くなった。そのため、1935年に開閉可能な窓に変えられ、第二次世界大戦後には、ブリーズソレイユも付けられた。ブリーズソレイユについた原色のパネルが、春工当初とは全く異なるカラフルな表情を生み出した。2009年の推薦時には、集合住宅に分類されていた。スイス学生会館は、 1930年から1933年にかけてパリの国際大学都市に建てられたスイス人学生向けの学生寮である。スイスの大学当局がこの学生寮をルコルビュージエとピエールジャンヌレに依頼した背景には1927年の国際連盟本部建設に関するコンペで不透明な過程を経て ルコルビュージエが落選となったことを埋め合わせる意図があったとも言われる。学生会館には南側に学生の個室が並ぶ住居棟がある。それはピロティによって持ち上げられた透明な脳が堅いという点ではサボア堤と似ているが、その柱が太く重々しいものになっている点で異なっている。当初はサボア堤のような細い柱が並ぶ予定だったが、 設計が変更されて、現在のようになった。こうした柱の存在は、後年のユニテダビタシオンにつながる、方画的なものという指摘もある。住居棟は、大きなガラス窓が並び、透明な箱であることを示すが、サボアテとの違いは、個室の奥行きである。広大な敷地に一軒だけ建てた、サボアテと違い、学生会館の個室は、相対的に、狭く、 奥行きも浅い。結果として、広く開けた窓が、眩しさに対する苦情につながり、窓ガラスやブラインドの回収が行われた。もう一つの特色が、会議室や食堂を含む共用部分1階にある、石壁の存在である。その重厚さは大地にどっしりと根を下ろしたかのような、印象を与え、住居棟が持つ空中に浮かぶ透明な箱という、印象とは、対照的である。 こうした異質な要素の平地の中にサボア邸で到達した要素と後年のロンシャンの礼拝堂で具現化する要素の方がとが並存しているという見解もある。2009年の推薦時には集合住宅に分類されていた。ジャウルテイ・ジャウルテイは1951年から1955年にかけてフランスのヌイ・シュルセーヌに建設された邸宅である。 依頼者であるジャアウル一家とその父のための二世帯、住宅だが、その特徴は、レンガ積みの重厚な壁を持っている点で、開放的な印象を与える、空中の箱を実現した、サボアテとは対極に位置している。この表現について建築家の中には、モダニズム建築以前への対抗ではないかとするなど、批判を投げかける、者たちもいた。窓も水平連続窓とは異なり、 不規則に開けられている。その窓にはそれぞれ、板扉がついており、それらすべてを閉ざすことで光を遮断し、外部と隔絶した闇を作り出すことができる。この内部の闇に窓を通じて適宜光を導入すれば、居住空間を切り開いていける一方で、閉ざせば何時でも闇に戻れるという形で、空間的な想像力を駆使している点が、特徴的である。 2009年の推薦時には、個人邸宅に分類されていた。ジャンヌレテージャンヌレテーナイシジャンヌレペレテーは、スイスのラ・ショードフォンで両親のために建てられた、ルコルビュージエ初期の住宅である。白い家とも呼ばれる。ルコルビュージエはこの家を建てる前年に、半年かけて、東ヨーロッパの諸都市やギリシア、イスタンブールなどを巡っていた。旅行以前のルコルビュージエのスタイルは、 地元の建築様式である、謝礼スタイルを踏襲したものだったが、このジャンヌレテーはそこからの脱却を最初に示した作品となった。1階は彼とその兄弟向け、3階は両親向けで、2階が音楽サロンや今になっており、音楽サロンの様式には、パラーディオなどに見られる柱が意識されている。外観の屋根や、 連続窓は新古典主義建築の影響が指摘されている。1919年に経済的理由でジャンヌレイエはこの家を手放し、ジュケールという人物の手に渡ったが、現在では白い家教会が管理をしている。2009年の推薦時には個人邸宅に分類されていた。ベルリンのユニテ。格子状に突き出たブリーズソレイユがよくわかる。ルコルビュージエセンター。 ありがとうございます。